巨人阿部監督、年末年始も選手にリモート指導で阿部塾開校していた。阿部新ハイスクールの開校だ。来期から新たに指揮を取る巨人の阿部慎之助監督44が斬新な改革に着手。球界でも例を見ない指揮官のリモート指導に大きな注目が集まっている。その内容とは、12月から1月は支配下選手対象であれば野球協約違反だが、育成選手については野球協約上でオフ期間も首脳陣が指導することは可能となっている。当然指揮官の期待が大きいからこその特別指導だが、これにはチーム内からも驚きの声が漏れた。個別に電話などでやり取りする話は聞いたこともあるが、監督が育成選手にオンラインで指導を行うなんて聞いたことがないですよ。阿部監督の何でもやろうという気持ちの表れでしょうし、なかなかできることではない。チーム関係者、育成はプロじゃないってこういう扱いでも出てくるんやな。教えたがりか。嫌な予感。動きたがり。立浪やん。てか育成ならオフも教えてええやな。立浪も散々バカにされたからバカにしてええか。うわ、マジか。阿部の指導で打てるようになったは勝てっておらんぞ。亀梨のホームランプロジェクトでも右打ち指導して最低記録叩き出したからな。ホームランプロジェクトで右打ちは草。リアルだと練習サボったら怒鳴り散らかしてきそうだけど、 LINE だと何やってんだよしっかりやれよみたいなおじさん構文で送ってきたそう。めんどくせえ。もしかして来年の巨人期待してええんか。パワハラ気質なんだよな。育成は選手会にも入れないし、野球協約も範囲外とかもうめちゃくちゃやん。育成は高卒で入ったばかりとかやから理解してないだろうが、リモート指導を受けないと確実に評価下がるぞ。リモート指導の映像を送ってきたやつと送ってきてないやっこメモられてそう。絶対これやるわ。リモート指導を受けてボロクソに言われるか、リモート指導を受けないでやる気がないやっこ認定されるか選べ。最悪で草。めんどくさすぎだろ。面倒くさい上司。支配下登録してもらうためにはリモート指導を受ける必要があるんやろ。真面目すぎると士気が落ちる。だから仁岡が良かったのにさ。育成選手のこと一軍監督が真面目に見る機会なんてキャンプ入ったら皆無やろうしええことなんやないの。国語はこんな感じやった。実践に重きを置き、球団指導でキャンプイン。クール最終日は午後の自由練習ではメイン球場、サブ球場で打球音は響くことはなかった。送った場合、阿部、ここがダメ、あれがダメ、なんでこんなこともできてないんだ。送らなかった場合、阿部、お前送ってこなかったな。他のやつらは送ってきたけど、お前らならどっちがいい？もうアハラが恋しくなってきてる人いそう。もうアハラ帰ってきてって思ってるやつの方が多いだろう。やばすぎるわこいつ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。